リーガ衝撃ルール変更、審判への〇〇が禁止。速報、ラリーガに新しいルールが決定された。これからはキャプテン以外が審判へ抗議することができなくなります。イニはこれを気に入らないだろう。イニ、このルールを学んでおいてね。ビニシウスを追い出すいい方法を思いついたね。ジュードとビニシウス、誰か彼らを座らせて話をさせる必要がある。乱闘が減る、悪くないルールです。これは現在のユーロでも全く同じルールが守られている。不必要な乱闘などを避けることができているね。すでにうまく機能しているユーロと同じです。ユーロの審判は優秀だからね。ラリーガの審判が偏見やクソや腐敗を持っていた場合、このルールは別の問題を生むことになる。ユーロにマイケル・オリバーがいたことを知らないのか。素晴らしいアイデア。これで審判員はあまり邪魔されることなく疑わしい判定に集中できます。スペイン協会は審判を守るルールを作るのではなく、まず審判のレベルを上げる努力をするべきだ。なぜ常に選手よりも審判が優先されるんだ。選手たちが抗議をするのはレフェリーがたびたび罪を犯していたことを知っているからだ。来シーズンからビニシウスがキャプテンになります。